どうもすいません。それではご答弁発言をよろしくお願いします。どうもどうさまです。台風15号被害によります停電につきまして、住民の皆様に大変長期にわたって大変なご迷惑、またご同行をおかけをしておりますこと、電力の安定供給を司る経済産業大臣として大変心を痛めております。またお詫びを申し上げたいと思います。現在懸命な復旧作業を続けております。最新の情報でございますが、千葉県内64,400軒の停電がございます。これらは9月の8日もしくは27日までにおおむね復旧する見通しとなってございます。最新の地域ごとの詳細につきましては、本日中に東京電力から細かな公表がある予定でございます。大臣就任翌日に市原袖ヶ浦を訪れました。また一昨日、南房総市の白浜地区を訪問いたしまして、被災された方々がちょうどコミュニティセンターに避難をされておりましたものですから、詳しく状況についてお話を受けてまいりましたが、もう台風で家が壊れ、屋根が飛び、もう雨戸自体が飛んでしまったという本当に凄惨な状況を目の当たりにいたしまして、このブルーシートをプッシュ型で供給したわけでございますが、それをしっかり普及させるように指示をいたしました。現場にお願いをしました。ブルーシートが普及をしててもそれを貼るいわゆる人員がいない、こうしたことについても自治体やあるいはこの建設関連の団体にもお願いをしたり、あるいは消防団の皆様にもご協力いただいて、まあ、早急な対応を図っているところでございます。またこんな時に非常に人が苦しんでいる時に、いわゆるこのブルーシートを貼る詐欺のようなものがおっしゃりまして、もう断じて許すわけにはまいりませんし、その点しっかりと広報活動を徹底をしていきたい、このように思っております。また地域はまだまだ残っているわけでございますが、自衛隊、東京電力、各電力会社並びに関係省庁と連携をして、一日も早い、刻も早い全面復旧に努めていきたいと思います。経産省としても自治体に職員を派遣しまして、ブルーシートや段ボールベッドなど生活必需品を、必要な物資を速やかに供給をして、また被災された皆様方の避難生活を全面的に支えていきたい、このように考えております。この台風だけではなく、今まさに台風シーズンでございまして、いつこの16号17号ではありません、過去よりも速度が最大化しておりますから、こうした状況を踏まえて電力会社がいわば体制の整備、電源車の確保、他の電力会社や自治体との連携を強化するということを経産省としてもしっかりと発信をしております。また各社の対応を徹底させると同時に、この事前に電力会社の準備状況を経産省として把握をいたしまして、しっかりとした指示が出せるように、今朝の第2回目の停電被害対策本部で指示をしたところでございます。中長期的な対応につきまして、倒れた鉄塔、電柱2000本、2基鉄塔が割れて2000本の電柱が倒壊をいたしましたが、この状況を確認をして原因を究明検証した上で、今後この技術基準の見直しが必要であるかどうかも含めて判断をしていきたい、こんなふうに思っております。私は以上でございます。時間の関係で幹事社から1問だけお願いします。はい、すみません。サウジアラビアの石油の問題をめぐってなんですけれども、原油調達および原油市場の動向についてお聞かせください。昨日大臣談話も発表いたしました通り、この日本の原油調達に支障が出ているというふうに今のところ聞いておりません。今後とも石油会社、まあ、元売り等も含めて連携をして状況をよく注視をしていきたい、このように思っております。また昨日お話しした通り、我が国は国内の消費量の230日分を超える石油の備蓄をいたしております。経産省といたしましては、本県が日本への石油の安定供給に与える影響や
石油市場の動向をよく注視をしながら、国際エネルギー機関、いわゆる IEA や関係国との連携をしながら、必要があればこの備蓄の協調放出といったことも通じて必要な供給量をしっかりと確保していきたい、このように思っている次第でございます。今後状況が中長期化するようなことも考えられますから、そうしたことも含めて経産省として国民生活や経済の動向に影響が出ないように、また国際社会に影響が出ないように万全を期して取り組みを進めていきたいと思います。以上です。以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。